ゲームの解説は興津大蔵さんでお楽しみいただいています。ゴールシーンからご覧いただきます。これが唯一のゴールシーンですが、飯尾からいいクロス上がりましたね。そうですね、まあ、清水のミスをうまくついてクロスオーバーから鈴木武蔵のボレーシュート、はい、理想通りの形で得点を奪いましたね、これで長崎は一気に試合が楽になりましたよね。そうですね、はい、まあ、同じようなシーンがその前にあったんですよね。そうでした、はい、その中でのこうセカンドチャンスをしっかりとものにした鈴木武蔵も良かったですよね。そうですね、はい、さすがです。前半からもうワンシーンご紹介します。42分です。エスパルス、こういった早いタイミングで相手の背後を取っていくシーンが清水が多く作れればもっと違う試合展開になったと思うんですね。ハーフウェイライン後方から竹内が送って石毛のシュートシーンでした。こういったシーンが、まあ、90分を通して少なかったですよね、清水は。そうですね、はい、前半0対1で折り返してセカンドハーフ57分です。ここもハーフウェイライン後方からここは立田の、ね、思い切りのいい攻撃ですよね、ただこういったこう、いいシーンをですね次のプレーになかなか生かせてつなげていけなかったですね。そうでしたね。ここは59分反転してチョンテセのシュート、まあ、チョンテスの意地みたいなものをね、うん、垣間見ましたけどね。確かに、ただチョンテスもなかなかいい形で今日はシュートシーンを作ることはできなかったですね。そうですね、誰にシュートを打たせるのかということに少し課題がありそうですね。そうなんですね、これもですねハーフウェイライン後方からのパス、ここチャンスでしたけどね。そうですね、金子のもうキックフェイントからの一番いい形ですよね、はい、まあ、こういった形の見れるようにクリスランが軸になったり、チョンテスが軸になった時は清水もいい形が生まれるんですけどね、ただそこが継続してそういうチャンスメイクができなかったんですよね。確かにそうですね、はいはい、フルタイムを戦って0対1ビファーレン長崎が J1 に昇格して初勝利を収めたというゲームでした。